こんばんは。いきなりですみませんが、こちらの LINE は15階の1号03号室のミキさんですよね。どちら様でしょうか。私、同じくこちらのタワーマンションに住んでるサナエと申します。何度かマンション内交流会でお話ししたこともありますよ。ああ、思い出しました。どうも、久しぶりです。確か、この間の交流会で手作りケーキを持ってきてくれましたよね。はい、そうです。嬉しいわ。ミキさんみたいな高層階の人に覚えていただけるなんて。とっても美味しいケーキでしたからよく覚えています。それで私に一体何の用でしょうか。実は今日ミキさんに確認したいことがあって連絡したんです。今タワマン内でミキさんのことが噂されていまして。私の噂ですか？はい。高層階の人がお金に困って売却するって噂です。これってミキさんのことですよね。え？噂をもっと詳しく聞いたら、ミキさんがこちらのタワマンのお部屋を売却するって聞きました。本当のことなんでしょうか？まあ、売却のことなら事実ですよ。今ちょうど売却手続きを進めているところです。ということは、やっぱり噂通りお金に困っているんですね。え？すみませんが、それは否定させてください。私は経済苦で手放すわけではありませんので。噂もだいぶ広がってますし、見栄を張らなくていいんですよ。タワマン売却だなんて、転落人生の始まりじゃないですか。は？ぷっぷ？お金持ちだから落ちぶれるなんて、みじめてかわいそうですね。いや、違うんですってば。でも私、ミキさんのためにも、その方がいいと思います。やっぱりこんな高級タワマンはミキさんには不相応ですよね。え？私も前から思ってたんですよね。だからようやく出て行ってくれて嬉しいです。金持ちの自慢の独身女はとっとと出て行ってくださいね。サナエさん、私はどうしてあなたにそんなこと言われないといけないのかしら。金持ち自慢もしたことないし、独身でこんな綺麗なタワマンに住んじゃいけないの？はぁ？高層階に住んでること自体がお金持ち自慢に決まっているでしょ。それにここのタワマンはファミリー層がほとんどなの。寂しい独身の人がいると空気が乱れるんですよね。え？こないだの交流会だってそうですよ。みんな手作りの料理を持ってきたのに、お金に物は言わせて有名シェフのザッハトルテなんて持ってきて、そのせいで私の手作りケーキがかすんだじゃないの。交流会は既製品の持ち込みも可でしたよね。それでもみんな空気を読んで作ってきたんですよ。これだから気ままな独身は空気を読めなくて困るんですよね。ああ、だから今まで売れ残りの独身なんですね。は？でもこれでミキさんが出て行ってくれれば、うちの主人にお願いしてミキさんのお部屋に私たちがお引っ越し、これでようやく第一希望の部屋に住めるわ。え、サナエさん、私の部屋を希望されてたんですか？そうよ。なのに営業の人にもうVIPが先に決めてるからって断られてね。あんたのせいでこっちは第二希望の部屋にずっと住んでるんだから。ここの部屋は日当たりも方角もいいし、人気部屋とは聞いてたけど、まさかサナエさんも第一希望だったとは。独身の財力で私の部屋を奪い取りやがって。私ここに来た時からあなたのことが大嫌いでした。だからあなたが出て行ってくれること本当に嬉しいです。そう、なら私の部屋の買い手はサナエさんになるのね。もちろん主人にもちゃんと話はしてありますし。でもちょっと下世話な話だけど、金銭的に大丈夫？ちゅうことはいえ、結構このお部屋お値段するんですけど。失礼ね。そんなの大丈夫に決まっているじゃないですか。だって私の主人、大手 IT 企業に勤めているんですから。年収なんて余裕で1000万以上ありますし。そうなの？それじゃあ購入を楽しみにしていますね。ええ、楽しみにしていてください。お金に困ってるミキさんのために、値切りなんて一切せずに購入してあげますから。だから、お金には困っていないって言ってますよね。適当な噂を信じないでくださいよ。でもこんな綺麗なタワマンをわざわざ売却ですよ。よっぽどお金に困っているに違いないわ。主人が立派な IT 企業勤めの我が家とは大違い。どうしても私を落ちぶれた設定にしたいようですね。設定じゃなくて事実でしょ。
タワマンを手放してこんな惨めな都落ちなんてかわいそう。誰が都落ちだすって？ぷぷぷぷー。独身は経済的に助けてくれる旦那さんもいないから大変ね。うちは主人が大手勤めの高収入で本当によかったわ。だって絶対にあなたみたいに落ちぶれることはないんだもの。そのご主人の立派な勤め先の社長が私なのですが。え？ご主人が絶対に落ちぶれることはない？よくそんな確証もないことが言えますね。え？もしご主人が会社勤めじゃなくなったら、こんなタワマンにあなたも住めなくなるんですよ。そんなもしもの時を考えたことってありますか？例えば、社長のご機嫌を損ねてご主人がクビになっちゃうとか。え？ちょっと待って。社長、ミキさんが？はい。大手 IT 企業、ミドリムソニックの社長です。主人の勤め先。早苗さんのご主人は本当に優秀な社員で助かってますよ。社長として日頃の勤労に感謝を申し上げます。いやー、嘘でしょ、待って。ミキさんが社長とかありえない。私結構いろいろきつく言っちゃったのに。言われちゃった。社長には社員のプライベートにまで口を出す権利はありませんが、さすがにショックですよね。優秀な社員の伴侶がこんな低レベルな人だなんて。本当に社長なんですか？私、ミキさんが社長だなんて夫から聞いたこともないですし、こんな展開はちょっと信じられないっていうか。私のフルネームをネットで調べたら一発で出てくると思うんですけどね。本物の社長だ。はい、本物の社長です。ミキさんはいつからうちのことを知っていたんですか？会社の社員が同じ遠間に住んでるって。最初からですね。私、記憶力はいい方なので大抵の社員の顔覚えていますし。最初から。じゃあうちの主人も社長がここに住んでるってことを知ってたってことですか？いや、それはどうでしょうね。社長の住所を知ってる社員なんて普通いないでしょうし、それにご主人はマンションイベントに一切顔を出せないでしょ。今も気づいていないと思いますよ。そんな。ああ、安心してくださいね。私、これでご主人に処分を与えるほど心は狭くないので、会社のことは正当に仕事の結果で評価させていただきます。本当ですか？それが大人ってものですからね。それではこれで失礼します。ご主人にどうぞよろしくお伝えくださいね。ミキさん、今大丈夫ですか？昨日の謝罪についてでしょうか？それなら求めていないので大丈夫ですよ。ご主人にもそのようにお伝えください。いや、謝罪じゃありません。今日は報告したいことがあって LINE しました。私、主人に頼んで今日付けで会社を辞めてきてもらいましたから。え？昨日はミキさんが社長だと聞いて驚きましたけど、一晩落ち着いて考えたら気づいたんです。社長がタワマンを売りに出すってことは会社の資金繰りが大変ってことですよね。早苗さん、何度も言ってると思いますけど、私は決してマイナスなことでマンションを売るわけじゃありませんよ。っていうことにして、会社が危ないってことを隠したいんですよね。私は絶対に騙されませんから。社長は家を手放すくらいに危ないんでしょ？そんな危ない会社に主人を働かせるわけにはいきません。だから先手を打って会社を辞めてきてもらいました。それ、ご主人も納得しての退職なの？当たり前じゃないですか。社長が資金繰りに困ってマンションを売却したって言ったら、よく教えてくれたって褒めてくれました。社内じゃ優秀だけど、プライベートはポンコツなのね。優秀な社員だっただけにショックが大きいわ。ショックなのはこっちの方よ。社長がタワマンを売却ってことは資金繰りが危ないってことだわ。そんな貧乏会社、主人を辞めさせて当然よ。ボーナス500万も出すのに。え？今期は売り上げがいいから、その分社員に還元しようと思ってるの。だから今年の夏のボーナスは基本的に例年の倍の予定です。ボーナスが例年の倍？もちろん、売り上げに貢献した人にはその分だけ多めに出すつもりです。あなたのご主人は日頃から頑張って成績も出してるから、夏のボーナスは500万ほど用意する予定だったんですけどね。え？うちの主人がそんなにもらえるの？もらえる予定ね。
でも今日付で退職だから全て白紙。頑張ってくれたご主人には悪いけど、夏のボーナスは全カットですね。ええー、まったく。どうしてタワマン売却イコール会社が危ないに直結するのかしらね。私はただこんなちんけなマンションを売り払って隣駅の新しいタワマンを買うだけなのに。ちんけなマンション、ここだって最低5000万からのタワマンなのに。次買うところは最低1億からよ。え、そんな価格帯だからきっと住人は経営者しかいないでしょうね。聞くと独身の方も多いらしいし、私には住みやすいお家になると思うわ。あの、ミキさん、いや、ミキ社長、もしよろしければなんですけど、やっぱりまた主人を会社に雇っていただけないでしょうか。あら、どうして？早苗さんの見立てじゃ、うちは経営難なんでしょ？そんな会社に優秀なご主人を働かせるなんてひどいわよ。経営難とか資金繰りが苦しいとか言ってごめんなさい。すべて私の勘違いでした。認めます。すべて謝ります。大変申し訳ありませんでした。あなたからの謝罪なんて必要ないし、あなたの謝罪にどんな価値があるのかしら？え？ご主人の退職届は明日確認します。そして確認でき次第すぐに受理します。待って待って待って！違うんです！今までの全部勘違いだったんです！本当にごめんなさい！うちの主人を辞めさせないでください！言い方がひどいですよね。辞めたいと言い出したのはそちらでしょ？それはそうなんですけど、やっぱり取り下げたいっていうか。私は経営者としてご主人の退職を認めるだけです。それではこれで失礼します。私の売却した部屋が買えるよう、次の仕事がすぐ見つかるといいですね。では。会社ですぐに退職届を受理したので、早苗さんのご主人は私の会社から去ることになりました。その後すぐに就職先は決まったようですが、待遇がうちより下がってしまい、未だに私が売却した部屋は購入できていないそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。